リティで。どうもクリンです。皆さん今日はついにオーダーグローブを紹介しますよ。今日紹介するオーダーグローブはなんとピッチャー用。何のピッチャー用かというとこちらだ。ローリングスの軟式ピッチャー用オーダーグローブ刺繍入りクーリン TV ということで、ピッチャー用のちょっとはっちゃけたオーダーグローブを注文しました。こちらなんですけど、ちょっと連名の試合とかでね、多分ね NG 食らっちゃうかもしれないぐらいのカラーリングなんですけど、ピッチャーで結構基本的にはカラーリング派手なのね、厳しいのと、あと白系とかダメとかね、いろいろちょっとあるんですけども、まあ、ストロングリーグさんに確認したら、まあ、この感じだとギリギリだなっていうね、だから審判によってはダメって言ったりとかね、そうするかもしれないみたいなこと言われましたので、まあ、ストロングリーグですらギリギリのねところを攻めたわけです。練習とかであくまで使うような感じのオーダーグローブになってしまうかもしれませんけどね、練習とか練習試合とかね、まあ、なんで、まあ、僕はピッチャー用オーダーしたかと言いますとですね、まあ、僕やっぱり140キロプロジェクトってちょっとね肩痛めてねおざなりになってますけれども、まあ、今も継続中でして、140キロ出すまではやっぱりやめられないぞっていうのと、まあ、ピッチャーとしてもねやっぱり1イニングぐらい投げたいので、まあ、そこにね向けてやっぱりそのピッチャーするときはこのグローブを使いたいなみたいなこともちょっとねふわっと思いまして、まあ、僕が投げるとは練習試合とかしかないと思いますので、練習試合だとまあこれぐらいの感じだとね許容範囲でね投げれると思いますので、まあ、このカラーリングしたわけですけれども、ローリングスでオーダーをしたのには理由があるんです。それはこの色です。皆さんご存知の通りクーリンというのはですね青が好きな生き物なんですけども、このしかも淡いこのねサックスというカラーを今回採用させていただいたんですけども、このサックスというカラーでオーダーグローブできるメーカーが実はね日本になかなかないんですね。これがローリングスの2016年モデルのカタログなんですけども、これの軟式用の見てください、このカラーリング、ここにねサックスってあるんですよ。ここにサックスっていうのがね、これがローリングスのすごく僕はいいところだというふうに個人的に思っております。なぜならですね、このサックスっていうねカラーをね採用してるところがね、まあ、いろんなねこう今カタログを僕手に持ってるんですけども、なかなかね見てもやっぱないんですよ。グローブの御三家と呼ばれるがミズノ、Z、SSK、 この辺りをやっぱそのサイトでね見たんですけども、カラーリングでこの淡いね水色っぽいこれサックスっていうカラーをオーダーできる、軟式グローブでオーダーできるところはその御三家ではありませんでした。で僕は手元に持ってるねこのカタログを見ていきますと、まあ、まずはねこのフィールドフォースさんっていうところのカタログを見る と水色とブルーみたいなのはあるんですよ。ただねこれで見る限りちょっと濃いめなのかなっていうね、純慶グローブさん、純慶グローブさんもこれで見ますとカラーリングはですねカラーあるんですけども、まあ、ブルーありますよね。ただちょっとこれでね見る限りちょっと濃いめのねブルーなんですよ。で僕の求める水色の薄い感じにはならないんじゃないかなっていうね感じですね、純慶さんも。であとはスラッガーですね。スラッガーをまず見てみると、スラッガーのカラーリングもここにありますけれども、まあ、青系はあるんですけどもちょっとね濃いですよね。で続いてアシックスですね。アシックスをまず見てみます。本体カラーにブルーっていうのはあるんですけれどもちょっと濃いですよね。で水色があるところで言うとドナイヤさんとかだと、このカタログで見る感じですとこれがまあカラーリングなんですけども、カラーリングでそうね、水色に近い感じのねサックスっていうのでねあるなーっていう感じですね。これとは別にあとウィルソンさんもねこういうね淡いブルーありましたね。でまあその中で最近ちょっとハマってるローリングスのやっぱサックスが一番ね綺麗なサックスじゃないかなというふうに、こういうねサックスってちょっと種類がねいろいろあるんで、ちょっと蛍光に近いサックスとかなんですけども、他のメーカーさんとかだと、まあ、これはね、まあ、僕が好きな一番風味で言うと好きな青だったので、まあ、これを選んだっていうのはありますね。でこのサックスを基軸にこの薄いピンクとちょっと薄めのねちょっとこれキャメルという色を使えるのがやっぱこのねローリングスじゃなかったので、やっぱこれローリングスをねこれで選びました。まあ、オーダーグローブで軟式で、まあ、草野球とかね社会人で使うグローブですね、やっぱちょっとねかなり僕はね個性を出せたいなと思いまして、それでこのカラーリングしました。サックス、ピンク、キャメル、
まあそのね、ちょっとこう全体的にこの明るめのねカラーリングしたっていうのがね今回最大の特徴ですね。でこれが、まあ、僕の決め手になりました。オーダーグローブ作れるやっぱカラーリングが決め手になった次第です。でこのグローブをちょっとね詳しく解説したいんですけども、まずベースとしたのはですね、阪神の岩田選手モデルをベースにしました。ウェブも岩田選手のモデルですね。でまずこの特徴的なのが背面紐通しがまずありますっていうのと、あとはこの指カバーがね異様にでかいっていう部分ですね。これやっぱピッチャー返しとかを意識してるんですかね、手に当たらないようにっていうね最大限の保護をしてくれてますね。であとはですねオーダーグローブですので、ね、このはみ出し呼ばれるこの線の部分、この部分を、まあ、僕が持ってるグローブ大半はですね切りはみといってね、こうやってねこれとは違うやつなんですよ。切りはみじゃなくて今回は玉はみで浮きました。玉はみはしかもピンク色でコントラストをつけております。でウェブの部分にはキャメルを一色入れることで締めております。まあ、あとねこう作ってか思いましたけど、まあ、こことかはね青でも良かったかなーって気は若干しますけれども、あと紐とかもピンクでも良かったかなーっていうのをちょっと思ったりもしますけれども、全体的にはかなりねいい感じになっております。で岩田選手モデルの型なんですけども、僕が今までね持ってたグローブにはない型なんですよ。でも僕はねこうグローブを立てた時にやっぱ人差し指がまっすぐ立つような、ね、形のグローブ多かったんですけども、どっちかっていうとこれは斜めになってますよね。斜めにこう向かっていると、なんでこうねこういう感じのねこういう感じに作りやすいグローブになってるんですね。でかつここに、まあ、ヒンジが入ってるんでワイドヒンジになってますよね。でワイドヒンジになってるんでここがねすごく広くなるんですよ。そうなるとなんでこう履いた時にですねこの部分がちょっと広めになるんで、まあ、全体のグローブのバランスが変わってくると思うんですね。でこれがどうピッチングに影響してくるのかっていうのが僕的にはちょっとね試してみたいなと。普段はねこういう形は僕持たないので、一回こういったね形のね斜めの形、マイケン選手とかも多分こういう形になったと思うんですよ。でこうちょっと斜めにこう閉じるような感じのグローブでどこまで自分のねフォームとねこう適応してくるのかっていうのをねすごく試してみたいなと思ったので、まあ、興味本位も兼ねて買いました。であとはですねこの部分はねオーダーで、まあよくここにねもう一本ね横閉じダブル的な感じで閉じがねここ入ってるんですけども、まあ、みんな取っちゃうんでじゃあもうなしでいこうかなと、せっかく綺麗なね水色出すんでそれだったらこの閉じはなしでいこうっていうのでここを省きました。そういった形になってますね。で中は刺繍とかこちらには入れておりませんね。僕やっぱこのね手が当たる部分に刺繍が入るのがどうもやっぱ僕はね違和感に感じて、僕はあんま好きじゃないので中には入れないんですよ。で中は茶色っぽい色をね採用しております。で刺繍を逆にこちらに入れました。ちょっとねクイーン TV ってね自己主張するのも恥ずかしいかなとちょっと思ったんですけども、まあ記念にね入れました。まあ、あと個人的に今後ローリングさんにお願いしたいというか対応してくれたらすごく嬉しいなと思うのは、やっぱラベルもねオーダーに合わせてある程度こうねカラーバリエーションがあると嬉しいなとやっぱ思いましたね。これだけ今回僕ねやっぱりオーダーグローブということで色味ですごくこだわってきたので、やっぱりグレー、ピンク、あとはサックス、まあ、あとはキャメルですね。この基本的にはね4色、まあ、紐の白は抜けたとして4色しかないんですよ。やっぱこのある色と同じ色でねここもね統一したかったなっていうのは個人的にはありますよね。だここだったら例えばこのローリングスのラベルがピンク色とかだとすごく合うんじゃないかなとかね、あとはまあ同系色でブルーに合わせても綺麗と思いますし、まあ、白とかに、ね、してもねすごく締まっていいと思うんですよ。だそういった部分がねラベルでも再現できるとさらにね楽しくねグローブが作れたなというふうには個人的には思いました。まあ、これはすごく余談の話なんですけども、まあ、イチロー選手とかもやっぱりそういったトータル的なね色味に関してはすごくこだわりがあるようでして、やっぱイチロー選手マリナーズ入った時に水のプロだとラベルが黄色じゃないですか。でも黄色ってマリナーズはどこにもカラーリングとしてないんですよ。なんであそこをやっぱり水のプロのラベルをやっぱ白っぽいねシルバーっぽいねプラチナっぽい感じにしていくっていうあたりがやっぱイチロー選手のやっぱ個性を発揮してると思うんですね。やっぱそういった部分でカラーリングを大事にしていくみたいなところ、今後ねここがねやっぱりでもローリーさんのお話聞いてもこの昔ながらのこのラベルにすごい愛着とこだわりを持ってましたので、なかなか変わらないかもしれないですけど、ちょっとね、仮にね、こう、試験的に変えてみると、すごくね、ここはね、爆発する要素を僕は持ってるんじゃないかというふうにね、思ったりもします。まあそういったね、ちょっとね、こうラベルに関して、オーダーグローブに関して、まあ遊び心という意味では、ここら辺をね、すごくこだわりがある中でも、カラーバリエーション、
出してみるっていうのもすごくいいんじゃないかなというふうに思ったりもします。あとこれを説明しておいた方がいいですね。やっぱ革はハートオブハイドを使用してまして、ここを見てください。デュアルパームテックって書いてますよね。デュアルパームテックって何かというと、この革、こっちの補給面とあと平裏ね、その間にもう一枚ね、革が挟まってるんですよ。この見えない部分に、こことこの革の間にもう一枚挟まってるので、ね、この部分に挟まってるおかげで、このグローブの補給面にシワができにくい構造となっております。これがやっぱローリング最大の特徴でして、片付けするときに補給面が浮かないっていう部分がいいですよね。やっぱりどうしてもやっぱオーダーグローブとかっていろんなこう自分の要望を詰めすぎちゃうんで、そうなった時に普段と違う感じで作ると、やっぱこの辺とかがね若干浮きがちになったりするじゃないですか、なんとなく。そういうのがあるんですけども、ローリングさんの場合だとデュアルパームテックが採用されていることによって、この補給面の浮きっていうのが 100% ないっていうぐらい、もう断言できるぐらいのものができるので、オーダーグローブでもやっぱ補給面をきれいに使えるっていう部分は魅力なんじゃないかなと思います。という形でこちらのグローブを片付けをして徐々に慣らしていって、試合で実際に使っていきたいなというふうに思っておりますので、皆さん乞うご期待です。また皆さん気づいていますか、こちらにこのグローブと同じようなデザインのオーダーグローブがありますね。あちらプレゼントしたいと思いますので、次回の動画でプレゼント企画として告知したいと思いますので、そのあたりもよろしくお願いします。それでは今日はですね、ローリングスのオーダーグローブについて紹介させていただきました。応援コメント、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。それでは失礼します。